はい、どうも皆さん、こんにちは、ミザでーす。ういうい。つうことで、本日はですね、闇属性リミテッド武器、評価が上がった武器たちということで、最先端編成は今現在、群雄割拠の時代を極めております。はい。どういうことかっていうと、まあ、数々の武器がやってきつつ、かつ、ハールート、マールートの武器もやってまいりました。そう。ハルマル武器、その他もろもろがやってきたことによって、強くなって、どれを入れようかなと。ペイン&ストレインも入ってるし、永遠の楽観も入ってるし、ということで、まあ、数々の武器が、俺がと、俺を選んでくださいよ、損はさせませんぜみたいな感じで言うてる環境なんですが、まあ、その中に新たなる風が、武器環境、最先端の環境によって、入ってくるんじゃないかっていうことで、ちょっとご紹介したいなというふうに思ってます。これはね、グラブルのすっごい面白いところだなっていう風に思ったんですけど、まあ、具体的に言うと、バブエル・マンデブと、あと、呪色の外装ですね。そう、あのフェディエルの槍と、シャレムの武器ごめんね、シャレムの武器の2つが評価的に上がってるんじゃないかっていう話でございます。で、それが具体的な条件どこなのかっつうと、このエレシュキガルっていう武器が来たことによってなんですよね。古戦場においてエレシュキガルという武器を持っていた場合において、今言った2つの武器の価値が上がったんじゃないかっていう、かなり限定的な状況なんだけど、面白いところですよね。はい、紹介していきましょう。エレシュキガルの効果まず見ていくんだけど、奥義効果が闇キャラに発動ターン中再攻撃効果、自分が効果時間中必ずトリプルアタックということで、自分以外のキャラクターに再行動を付与する、性能を持ってます。はい、これがすごい強くて、週末を引っこ抜いてでも、まあ、入れる価値があるってことで、めちゃくちゃ評価的には高い。ルミナスシリーズっていうゴールドムーン150個必要なんだけど、まあ、かなり優秀って言われてる武器ですね。うん、次の古戦場でも必須に、必須とは言わんけど、まあ、最先端の武器になるんじゃないっていう風に言われてる武器。で、第一スキルが通常攻撃の4ダメアップ、プラス奥義ゲージ上昇量大幅ダウン。デメリット効果だね。通常攻撃の奥義ゲージ上昇量大幅、通常攻撃の4ダメが上がる代わりに奥義ゲージ上昇量大幅ダウン。この奥義ゲージ上昇量大幅ダウンがマイナス 200% みたいで、めちゃくちゃ下がるんだよね。そう。とんでもなく下がる。ということで、奥義ゲージが上がる。ということは、ほぼほぼ見込めなくなります。マイナス 200% だったかな。これ、週末も組み合わせてマイナス 300% になってんだけど、マイナス 200%。まあ、ほぼほぼ奥義ゲージ上昇は見込めなくなるっていうような状況になってます。はい。ただし、その代わり、ちょっと口述。ディジーズデーモン。闇キャラの通常攻撃のダメ上限アップ。アビダメ上限アップ、マイナス 40%。この通常攻撃のダメ上限アップっていうのが、オメガ枠になってるから、オメガ武器は通常ダメージ上限アップ。以外にも、奥義ダメ上限アップとか、まあ、それ以外にも、アビリティダメージ上限アップとかを入れる価値があるっていうことで、まあ、評価的にはちょっと変わってるって感じだな。はい。で、アビダメ上限マイナス 40%。これデメリット効果ですね。うん。で、もう一個、テル・イブラーム。バトル開始時、奥義ゲージアップ 100%。2ターンの間、ターン終了時、奥義即時発動可能効果。奥義ゲージ上昇量大幅ダウンがついてるんだけど、2ターンの間、奥義ゲージ即時発、奥義即時発動可能効果。ってことで、奥義ゲージが 100% になるんですよ。そう。これによって、奥義ゲージアップ 100% の効果と組み合わせて3ターンの間かな。奥義をぶちかましまくることができるんですよね。ちょっとじゃあ実際にやってみましょうか。こうやって見てみると、はい。主人公以外が奥義ゲージ、低くなって、主人公だけ奥義ゲージ 100% っていう状態になってます。だからここで例えば最高動効果を他のキャラクターにつけられるから、フェディエルが3アビ使った状態なら、ニアビの効果を、いいダメ出てるね。ほら。こんな感じで、再行動によって、通常攻撃時にニアビが自動発動っていうフェディエルとかを組み合わせることによって、うん、とんでもないダメージを出すことが可能なんですよね。うん、だから、ルミナスシリーズの、この武器はすごい評価的には高くなってるんですよ。そう。まあ、まずここを押さえておきたい。うん、まずここを押さえておきたいんだけど、ほら。で、この3ターンの間は、
奥義をポン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 打ってこうやって攻撃することが可能で、主人公がトリプルアタックが確定の状態になる。ここもミソやね。そう、主人公がトリプルアタック確定になって、じゃあ4ターン目を迎えましょうっていう状況。はい、まあこれがラスト。ここまで覚えておいてください。奥義を3回言って主人公がトリプルアタック確定状態で場を迎えるっていうような感じ、はい、になってるんですけれども、こうなった状況の時に、まあ、まず今見てほしいのがアビリティダメージがすごい多かったっていう話。じゃあ今見てほしいダメージ、総ダメージが 1.2 億だったんですけれども、アビリティダメージがその 1.2 億中の、まあ、3000万ちょっと、うん、3000万ちょっとかな。で、ここからさらにシスが回避時アビリティダメージプラス敵が特殊技を使用時アビリティダメージっていう2つのサポートアビリティの効果によって、シスがアビリティダメージをバリバリにぶちかますんですよね。ここからまあプラス1000万2000万ぐらいかな、気持ち的には。まあアビリティダメージが発生しうるっていうような状況になってて、アビリティダメージの総量っていう概念では無視できなくなってんだよね。結構悪くないダメージ、まあ 1.2 億中にまあ4000万、3分の1ぐらいかな、だいたい3分の1に、2.5 分の1ぐらいの状況でアビリティダメージが割合として出てるっていうような状況っすよ。そうなった時に、評価的にまあ呪職の外装まず1本目上がるんですよね。呪職の外装っつうのがギレンスキルついてて、うん、ギレンスキルによってアビリティダメージ上限が上がるんだよな。まあ今現在言われてるのが、このアゴナイズってやつ突っ込めばよくねと。このレンの妙技、闇属性キャラのアビリティの余ダメージ上昇、これカゴなしで、10万、うん、で、フェディエルの槍が両面カゴで、まあ、11.5 万とかだったかな、余ダメージアップ、そう、そんぐらい出てくれるんですけど、まあ、プラスアビリティダメージ上限が上がるようになってて、アビダメ上限を上げながらかつアビリティ余ダメ、まあ、これ10万だね、両面加工で、はい、今現在そう、フェディエル石が来たらより上がるんだけど、現状でまあ10万、うん、2本持って20万っていうような関係になってるから、まあ、ギレンスキルっていうのはアビダメ余ダメアップ的にはトントンだし、アビダメ上限も上がるっていうこともあって、まあ、今まで出てたその3000万4000万っていうそのダメージをより伸ばせる、美味しいダメージ部分を伸ばせるっていうこともあって、アビダメ上限今 32%、 22% 伸びてんのかな。そうだからエレシュキガルによってマイナス 40% されて、週末によってアビリティの余ダメが、プラス 50% されてる状況で、さらに、じゃあプラマイプラス10っていう状況から 32% になってるから 22% 伸びてる状況なんだけど、アビリティダメージをより伸ばせるっていうことで、まあ、呪職の外装の評価が、まあ、結構上がってるんですよ。上がってると思ってる。で、じゃあ、いや、まあお前何言ってんのって思う人の気持ちもわかる、ここまで言ってて。うん、だってさ、両面カゴ持っててじゃあ意味ないじゃん。両面カゴって何なの、両面カゴでしょそれって。って呪職の外装って奈落っていうスキルがついてて、結局カゴが乗らないと意味ないんすよ。そう、じゃあカゴが乗らなきゃ意味ない武器スキルを評価が高まってるっつって、そんなん意味ないでしょって思うかもしんないんだけど、そこに200減る150減るっていう状況がかかってくるんだよね。なんでかっていうと、そうなるとバブさんを後ろに回しても問題ないから。うん、バブさんってまあ初回召喚3ターン後、闇属性なら0ターンで打てるんだけど、ベルゼバブを後ろに回していても、エレシュキガルの効果によって、主人公が奥義をぶちかますんですよ。つまりは、トランスレベルを上げる暇があるんだよね。トランスレベルを上げる暇があるってことは、この4ターン目とかにバーストを回すことができるのであれば、両面ハデスで戦えるんですよ。例えばだけど。この状況、ほら、トランスレベルが3の状態、つまり先行効果をサブ召喚石で置いたまんま適用してぶん殴れる。
道中、まあダメージ上限の差とかはあるんだけど、まあ基本的にトランスレベル3っていう、まあ主人公は奥義しか打たないから、大きな影響を与えずにトランスレベルをサブ装備時に3にして、4ターン締めっていう構成を、まあ先行効果をつけた状態でこのままぶん殴れるっていう構成を無理なく組めるんだよな。そう。150Hz、200Hz って、150Hz、200Hz の合間でも、バブさん召喚っていうのを組み合わせることによって、サブバブさんっていうのが、まあ、割と俺は適用できると思って。これおもろいところだよな。まあ、今 1.64 億ダメージになってるんだけど、例えば、まあ、俺持ってないんだけど、ここでヤチマを追加するとかも面白いよね。4ターン目にバブさんヤチマ、バブさんサブヤチマ。で、ヤチマと、違うわ。ベルゼバブジルニトラっていう話。バブさん召喚ジルニトラっていうのを組み合わせて、とんでもないバーストで敵をぶちしばくとかね。まあ、そういった動きが、まあ、可能性として全然あり得るっていうところから、まあ、割とちょっとなんか環境的に変わる面白い部分かなと思いました。 150Hz200L4 ターン以上の討伐って、まあ、150Hz200L だったら十分あり得ると思うので、そうなってくると、まあバブさんをメインに据えるっていうのは、要するにバーストターンを序盤に据えなきゃいけないよねっていう、その思考ロックなわけですよ。そう、別にバブさんのバーストターンを後半に回せるのであれば、バブさんをサブにしてもエレシュキガルなら問題ないよねっていうのが、まあちょっと面白い部分かなと個人的には思ってます。はい。まあそれによって両面加護、派手派手、まあ別に派手すじゃなくてもいいよ、なんか他の石とかでもいいんだけど、刻印が必要ならまあナイアララトホテプとかでもいいんだけど、まあそういった石をメインに据えてもいいんだけど、メイン石バブさんに、ロックする、思考をロックする必要はないよねっていうのはちょっと面白い考えかなと思いました。派手派手はあり、派手派手となると呪色の外装もありなんじゃない。呪色の外装がありだったらアビリティダメージ上限が漏れて美味しいんじゃないっていう、まずもう一個で、じゃあ、ミザさんもう一個言いましたよね。もう一個言ったのが、バブエルマンデブの評価高いんじゃねっていう話。じゃあ、これは何なんっていう話だよね。バブエルマンデブって、まあ、クリティカル、技巧2プラス真意。で、もう一個評価が高い部分としては、斧っていう部分だね。斧の評価が高い理由としては、このペイン&ストレイン。このペイン&ストレインっていうのが、ボルテージオブワックス持ってんだよ。装備している斧の数が多いほど攻撃力上昇を持ってて、まあ、EX 更新を効率よく稼げるっていうところから、まあ、ペイン&ストレインってすげえ強いし、約定スキルも、神スキル、になってるから評価的に高いんだけど、じゃあこれが何の部分に評価を得てるのかっつうと、メグですね。水着メグ。水着メグは何なのかっつうと、サポアビ目的。闇キャラが通常攻撃時クリティカルが発動した場合、闇追撃効果。これが強い。なんでかっていうと、この追撃によって、週末引っこ抜いてもいい。いや、入れてもいいんだよ。もちろん。週末入れてもいいし、火力に特化した週末を入れてもいいんだけど、何にせよ、虚偽と詐術を抜けるっていう話。この虚偽と詐術を引っこ抜いたことによって、奥義ゲージ上昇量大幅ダウンと持続性追撃っていうのは引っこ抜けるんですよ。そう。まあ、効果量的には高く、こっちの方が高いんだけど、持続性追撃効果って、20%。まあ、結局枠がついてれば、この追撃枠がついてれば、ペイン&ストレインの約定スキルによって、余ダメージアップで伸びるんだよね。このダメージ。固定値だから。結局 10% だろうが 20% だろうが、その追撃枠自体がついてれば、この約定スキルによって固定値の余ダメージ上昇は乗るわけですよ。そう。となると、ここの武器枠フリーになるんだよな。ここの武器枠がフリーになる。となると、まあ、例えば、で、まあ、フェディエル石も来るじゃん。近々。フェディエル石も来る。となると、まあ、こういう構成。待ってね。こういう構成。斧5枠。バブエルマンデブ2本。
オメガオの、これアビリティダメージ上限アップよ。ここのアビダメ上限アップで 10% 伸ばして、で、かつ、呪職の外装を2本ぶち込んで、ギレンスキルでアビリティのダメージ上限を上げて、斧枠4、斧枠が5枠、6枠ついてるから、まあ、エレシキガルも込み込みで、斧枠が6枠ついてる。この状況、つまり、ペイン&ストリーのボルテージオブアックスの効果量は最大値の 80% を迎えて、かつ、まあ、ここのね、フォールンソード入ってんだけど、ここの枠も、永遠の楽観に入れ替えることができる。呪職の外装2本、バブエルマンデブ2本、ペイン&ストレイン2本、この状況、楽観2本っていう動きもできるんじゃねっていう話で、クリティカル確定というのはメグの、ごく普通の女の子のバカンス、通常攻撃時クリティカル発動した場合やみつき効果、この効果をぶちのせることによって乗せるために、かつ斧枠 EX 工人枠のためのバブエルマンデブみたいなね、まあいろいろと環境的にはちょっと変わるかもしれないんだけど、まあそのあたりいろいろ相乗効果で両面ハデスできるんじゃね、サブベルゼバブできるんじゃね、となるとここら辺の武器枠も評価的に変わるんじゃねっていう話。これグラブルのおもろいとこっすよね。これグラブルのおもろいとこ、まあ追撃枠、まあ今後ねフェリエル石が追加されて、まああのバブエルマンデブを2本入れるだけでこうやって追撃効果を得られるという風に考えたら、こうやってね虚偽と砂術引っこ抜いてもいいし、まあ俺が今入れてるフォールンソードの枠、の部分を週末の武器に入れ替えてもいいし、はい、まあ今トランスレベルが3になりましたので、ここで4ターン目にバーストターンをぶちのせて、はい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 、ズボボ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 みたいなね、はい、まあそういった動きもできそうってことで、まあおもろいところですよ。はい、まあちょっとダメージ的には最大限乗せてないんであれですけど、まあこういったね、ちょっと装備的な面でも面白い部分があるのかなってところで、まあちょっとなんか最近の評価は変わってるのかなというような感じでございます。面白いよね、こうやって見ると。まあダメージ上限に達しているのであれば、まあ正直この武器はあんま使わないんだけど、例えば古戦場の 200L、150L、敵の防御値が上がりました。敵の防御値が上がってぶち抜かなきゃいけません。ってなった場合において、バブエルマンデブ、まあ、クリティカル、技巧確定、クリ確定の評価って上がるわけだから、ぶち抜くためにね、そこら辺で評価的にも上がったりとか、まあなんかいろいろとねありそうで、ちょっと面白そうな予感がしてるっていうところだな。はい、まあキャラクターとか、まあ石とかの追加によって、まあ評価とかがゴロッと変わるっていうのは面白いなっていう、そんな動画でした。おもろいね、グラブル作れるかどうかは別として、はい、またお会いしましょう。じゃあねん、バイバイ。